皆さん、こんにちは。これから世界の皆さんに日本のことをたくさん紹介します。インドから来たアリャン君、今年の4月から日本の小学校に通い始めることになりました。初めての日本での学校生活にドキドキワクワク。はじめまして、アリャンです。アリャン君のように初めて日本の学校に行く皆さんに、この動画を通して日本での小学校生活をご紹介します。アリャン君、準備はいいかな？はい。いよいよ学校の授業の時間です。一つの授業の時間は45分間です。その間、子どもたちは席に座って勉強します。あれ、アリャン君、もしかしてトイレに行きたいのかな？そういう時は手を挙げて先生に伝えましょう。先生、トイレに行ってきていいですか？はい、行ってきていいですよ。ああ、間に合ってよかった。アリャン君、今度は休み時間にトイレは済ませておきましょうね。また、授業中に気持ちが悪くなったら、保健室という部屋に行って休むこともできます。良くなったらまた教室に戻ります。授業の途中に先生に手を挙げて自分のことを言うのはちょっと恥ずかしいかもしれませんが、我慢しないできちんと先生に自分の気持ちを伝えましょう。では、早速授業の話をしましょう。小学校1、2年生は国語と算数を勉強します。国語は日本語のひらがな50音とカタカナ50音をしっかり覚えます。それが終わると漢字を学びます。算数は1年生では足し算引き算を学びます。数字を足したり引いたり、1桁の数字、2桁の数字になるともっと計算が難しくなります。まずは簡単な数字から少しずつ計算していきましょう。さあ、次の授業は何でしょうか？今日はみんなでこのテーマを話したいと思います。これは道徳の授業です。日本では友達や先生との付き合い方、相手がどう思うか、自分がどう思うか、また動物や自分の命の大切さなどを学ぶ道徳という授業があります。特に外国人のアリャン君にとって、この授業は日本での生活やルールなどを知る良い授業だと思います。今日のテーマは、友達のケンタが悪いことをしました。ケンタは本当のことを言わないで嘘をつこうとしたら、あなたはどうしますか？を話し合います。生徒たちは自分で考え、手を挙げて自分の気持ちを言います。どうして嘘を言うのか聞く。ケンタに注意して本当のことを言わせる。何も言えない。自分だったら注意できますか？できませんか？ケンタが人のせいにするのはいけないことだから。
自分も同じことをされたことがあって嫌だったから。注意すると言い返されそう。ケンタが自分で言えばいい。たくさんの生徒たちの気持ちが出てきました。アリャン君はどう思いますか？僕ならどうするかな。道徳は自分の気持ちだけでなく、いろいろな人の気持ちがあることをまず知ることです。それを知った中で自分で考え、自分で何が一番良い答えなのかを見つけるのが道徳です。道徳を学ぶと相手の気持ちになって考えることができるようになり、差別やいじめなどをしない心を育てます。